はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀山小平です。今日も早速練習見ていきましょう。あ、練習と振り返り動画を見ていきましょう。今日はチェック、あさってのね入れ替え戦に向けてのチェックということで、結構緊張感のあるねチェックをしたんですけれども、やっぱり緊張感特有のね、失敗が出ました。まあ折りがひねれなかったんですけど、だからちょっとこの失敗は まずいなと思いまして、振り返り動画でね、振り返っていくと、今日起きたことをちゃんと全て、プラスに変えるというか、こうなんていうかな、自分の力に変えれるように、やっていきたいなと、思ったので動画撮りました。全日本シニア明けてから久々のこのなんていうんですかね、緊張感のある練習に急に入っていったので、やっぱり少しずつ心技体が足りてないなって思いました。体が少し冷えたなとか、そういうことに慣れてないなとかですね、それから、技術的にもあんまり分かってないんだろうなと、この折に関してね分かってないんだろうなとか、それから、気持ちに関してもこのストレスに耐える感じがまだ自分の中出てないなとかですね、いろいろ感じたので、この後の動画を見てもらいながら、僕は振り返りしてみました。どうぞ。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀山小平です。今日は10月15日の練習の振り返りをしたいなと思います。10月17日に、大事なチェックを控えていてですね、その、予行演習的にどんな感じかを知るために今日チェックしてみました。そこでの振り返りをね今日ちょっとしたいなと思います。先ほど演技見ていただいたと思うんですけれども、折りが最後ね終末技ひねれず、終わってしまいました。失敗ってことで、落ちてはいないんですけれども、僕のやりたいことではなかったので、ここはねちゃんと今日一日で得られるものをしっかり得て、また明日明後日と、頑張っていきたいなと思います。はい、今日はねこの本日の振り返りっていうところと、それかあとちょっと見えにくいな、この練習の段階みたいなことを、これ図解なんですけども、見ながらちょっと振り返っていければなと思います。本日の振り返り、まず一つ目は上ですね、こっちですね、心技体が少しずつ足りなく感じたっていうことで、試合を終えて、久々のチェック、緊張感のあるチェックになるんですよ、今週は。いろいろ、何回か試合終わってからチェックしてますけれども、試合終わった後のみたいな、こう緊張感があまり出ることもなかったんですけれども、今日は、2日後の大事なチェックに向けてっていうことで、ストレスがかかったなと思います。その中での振り返りなんですけれども、心技体が少しずつ足りなくなった。体に関しては、少し、冷えていたかなと、少し待ち時間が多いので今回は、6番手なので、体が冷えたって、そこに慣れてなかったかなっていう感じと、それから、体はねでもその体力がないなとか体動いてないなとかっていう感じでは全然なくて、ただこう外部環境に慣れてない、ちょっと待ってやるっていうことに慣れてないみたいな感じかな。それによって体が冷えたかなっていう、で体冷えてやることに慣れてないっていうような感じかなと思います。技術に関して、言い寄りがまだ1の段階、1の段階というと、後で説明しよう。で心理的にはストレスに慣れていないということで、心技体が必要だっていうことを、ずっとこの YouTube を始めてから言っているんですけれども、今日はねその心技体が少しずつ足りなかったかなと思います。で、この図を使ってやれた方がいいのかなと思って、練習から練習の段階で試合までっていう段階で、練習一番最初はもうできるっていう段階にまずいるということ。例えば亀山だったら、今技、セア倒立があったりとか、メリー、ショーンがあったりとか、ブスナリがあったりとか、そういう技がとにかくできて、で亀山はこれは普段いつも通せてると思うんですよ、その YouTube とかで。
まあ通せてるからまあできるだろうっていう。で第2段階、いつでもどんな時でもできるっていう段階が来ます。でここは、まあ、いつでも朝昼晩問わずとかですね、それからどんな時でもできる、これはいつも言ってますけど、まあ、やる気ないとか、まあ、そういうの関係ないからっていう、眠いとか、風邪っぽいとか、まあ、逆に調子いいなとか、でまたは、まあ、多少試合時間がずれたりとか、まあ、こうイレギュラーなことが起きたとしても、まあ、どんな時でもできますよっていう段階で、3番目が、このいつでもどんなところでもっていう、どんな時でもっていうのにどこでもっていうのが追加されるっていう、どこでもっていうのは、まあ、場所問わずですね、特集会体操クラブだけじゃなくて、まあ、試合会場とかまさにそうですよね。で、まあ、試合会場いけないな、行くのもちょっと怖いなと思ったら、まあ、別の環境とかですね、まあ、特集会体操クラブだったら例えば清風学院行くとか、まあ、そういうことして、まあ、どこでもできたっていう自信を得るために、まあ、この、場所問わずというところが入っていく。でそこ、こういうのを全部できて初めて試合っていう、舞台に立つというのが、まあ、神山が考える道筋かなと、思っています。でこの1からこの1から4に行く過程でどんどん、まあ、この青のところで書いてるんですけど、まあ、ストレスがかかっていくなって、改めて感じました。まあ、今日チェックやってみて、うん、まあ、外的ストレスですね、その入れ替え戦で、まあ、2日後入れ替え戦っていうその 14.7 以上取んないと、ダメと、まあ、ダメっていうか、まあ、いろんな制約がかかってくるんですよ。まあ、特集会体操クラブの強化の一環として、まあ、そういうのが月に1回あるんですよ。大事なチェックがあるんですよ。まあ、だからそういうことに関しての、まあ、外部ストレスがかかってきたりとか、まあ、外部ストレスを感じて自分はそれをどう感じているか、あの 内的ストレス、うん、なんか物事を大きくしちゃったりですね、まあ、例えば試合は怖いものだとか、まあ、そういう思い込みとかですね、まあ、試合はこう辛いものだとか好きじゃないとか、なんかまあいろんな内的ストレス、まあこれは自分ごとではなくて、まあいろんな例えばの話ですけど、まあそういうのがかかってくると。でまあそれによる緊張感とかもかかってくる。だから1から4の段階に行くにつれて、どんどん、まあこういうストレスっていうのがかかってくるかなと思います。でこのストレスに今日はまだ対応できてなかったなって思いますね。うん。結構、いつでもどんな時でももう割とできるかなって思っていたんです。その、E 難度の折りに挑戦するということに関して割とこの2度なんかいけるなって思ってたんですけれども、まあ、少しチェックでこう緊張感が出てきた時に、まあ、その一番左のところですね、技術のところでこのここか E 寄りがまだ1の段階、まあ、とにかくできるっていうだけの段階というかですね、うん、まあ、まだ低いんだろうなっていう、できるところがまだ低い。だからまあこれはその2日前ぐらいの動画でも話しましたけども、まあとにかく諦めないで、コンクリートの壁にこのおでこをこうくっつけてですね、こう前のめりになって前進し続けると、まあそうすればいずれこの壁も壊れるみたいなですね、まあそういうスタンスでやっていくしかないのかなと思います。まあ、やっぱ途中段階ですね、東京オリンピックの金メダル、その先にある人の心を浮かせ演技っていうことについては、まだまだやっぱ途中段階かなと思います。うん、こう本日の振り返りの2番ですね、2番、試合から試合の間、のについてですね、うん、今日顔が切れるな、まあいいや、まあ、試合後、まあ、だから全日本シニアの後、うん、試合のやり方を踏襲すると変な感じになるということを感じました。これまあいつも感じてることなんですけれども、まあ、どうしても試合終わった後、うん、試合の流れを踏襲しちゃうなって、こう習ってしまうなって、いつも思います。まあ、どう変になるかっていうとですね、まあ例年4月5月6月と、まあ試合が重なっていって、まあ、立て続けに起き、あって、そうすると、自分が感じるのは、まあ、体は弱くなるなっていうことを感じるんですよ。うん、だからその試合っぽくずっとやると、変になるんですよね。なんて言ったらいいんかな、まあ、体は弱くなるし、
なんだろう、ああここだな、体弱くなるし、まあそう、まあ例えばですけど、全日本シニアの時は、4日間調整があってですね、だから自分の場合はチェック、まあ調整試合みたいな感じで4日間を使ってたわけですよ。で今回も習ってるんですよね。今日木曜日なんですけれども、まあ月火水木で、投資、昨日は最大出力、トレーニングなんで調整、今日のチェックということで、やってみたんですけれども、なんかねちょっとやっぱ変なんですよね。そのストレスに慣れてないなって感じかな。でこれで試合の時はうまくいったんですよ。でも習うとうまくいかない。で思い返してみると、まあ、こういう入れ替え戦っていうのはもうずっとあるわけで、まあ、亀山も何回か今年入ってからは何回か参加してるんですけれども、全日本シニアに向けて体を、演技を作っていく過程の時は木金土、あこれ書いたな、そうこれの克服のアイディアはこうチェック大体土曜日にあるんですけれども、だから木金土の3日間全部同じ動き方をして、ストレスに慣れていたなってこう振り返ってみると思ったんですね。だからこう、まあ、先ほど言ったこの段階じゃないですけれども、この試合に向けて、だから今はできるから、このいつ第2段階にいつでもどんな時でもできるっていう段階に今自分はいると思うんですけれども、この過程をちゃんと作り切るためには、その試合の時みたいに調整してやるとかではなくて、ちゃんと毎日チェックみたいな、動きをして、ストレスに慣れていくと、ことがすごく大事なんじゃないかなと思います。まあ、以前その、振り返り動画かななんかでお話ししたと思うんですけれども、まあ、平均台の上を歩けと言われたらみんな歩けると思うんですけれども、例えばその平均台の下が、マグマだったりとかサメがうじゃうじゃいるところだとしたら、すごい緊張感があると思うんですよ。でその緊張感に、抗って平均台を普通に歩くということが、まあ、練習であり、まあ、試合に向けての過程なわけですよ。だから今自分は平均台の上を歩けるんだけど、まあ、例えばその平均台の下が、ね、マグマとかサメがうじゃいじゃいるっていうところで歩くっていうことがまだ困難かなっていう、まあ、そこに抗ってる状態なので、そう考えるとまだ、調整していい状態で試合を迎えるとかではなくて、もう毎日そのマグマがとかあとなんだサメがうじゃうじゃいるということを意識しながら、まあ、超えていく、抗っていく練習を積んでいくことで、この、練習の第二段階っていうのは超えていけんじゃないかなって思います。そうだね、今日言いたかったことって多分この試合から試合のこの間の使い方についてかな。まあ、これヤスキーに流れて調整したわけじゃなくて、だと思う。調子こいてやったわけではない。多分これでいくことが一番いいんだと思って、ヤスキーに流れてるかな。いや、ただこれ試合を踏襲しちゃっただけで、試合の時別にヤスキーに流れてるつもりなかったんで、まあここね、相当こう細心の注意払いながらいかないと僕調子こいしちゃうんで、あれですけど、まあ踏襲してしまったということですね。ヤスキーに流れて調整したわけじゃないんですけど、あのストレスにやっぱさらされていかないと、まあ本物のこう練習にはならないのかなと今日は思いましたね。まあだから本当はね、木曜日今日チェックして、で明日もう一回、明日は調整っていうかその最大出力トレーニングっていうのをして、土曜日一番体がいい状態でとかって思ってたんですけども、そうじゃないね、ここは行き切った考え方を、自分のも逆行きましょう。もう木曜日も金曜日も土曜日もずっとストレスにさらされ続けてチェックをして、このストレスに慣れていくと、
いうことかな。それが多分今の僕にとっては一番そのあさって成功する確率が高いんじゃないかなと、思います。うん、そうすることによって今日噛むな今日だけじゃないか、によってまあ体がね、このところの今日は心理体が少しずつ足りないなって感じたんですけれども、この、少し冷えたっていうこととか、待つこととかに慣れてないなってことは少し慣れるでしょうし、まあ技術の言いよりがまだ1の段階、このできるっていう段階ですけども、これも少しずつこのここはやるしかないんで、まあここは克服できるかどうか分かんないけど、まあね、緊張感のあるところなんとかやんなきゃいけないですから、まあここも、練習にはなるでしょう。で、心の部分でもストレスに少しずつ慣れて、まあ来年じゃないわ、2日後の入れ替え戦チェックに向けてはこう上向きになるんじゃないかなって、思いました。うん、やるしかないね。うん、まあ今日はこんな感じかな。やっぱりこう練習してもやもやしたまんま終われないんですよね、僕は。こうちょっとやっぱりこう、まあ、考えをまとめる、言語化する、うん、紐解くということが、まあ、結構習慣づいてるというか、気になったりとかするので、まあ、ここをちゃんと、理解して、今現状はここですね。いつもどんな時でもできると、うん、朝昼晩は、問わず、もうやる気ないとか眠いとかだりとか疲れたとかもそんな関係なく、どんな時でもできるということを目指しつつ、やっぱりちょくちょくこういう入れ替え戦が入ってとか、その緊張する場面が出てくるので、ストレスに慣れる練習、まあ、ストレス耐性トレーニングっていうんですけれども、まあ、そういうのもやっていくと。で、慣れるためには克服のアイディア、まあ、調整とかじゃなくて、もうさらされ続けて、できるようにしていくと、この緊張感に抗えるようになっていくという練習を、まあ、今の過程ではねしていきたいなと思います。まあ、試合が12月なので、で、まだ10月の中旬か。うん。まあ、こういう段階の練習になるでしょう。うん。まあ、今日はね、実はちょっと悔しかったんで、まあ、悔しい時にいつもこういう動画撮ってます。うん。気持ち的に、ちょっとムカついちゃった時とか、頭がモヤモヤして整理できてないなとか、まあ、そういう時によく、撮ります。うん。まあ、振り返りは以上です。明日からまた頑張ります。お疲れです。バイバイ。